木箱とボールを使ったマジックをご覧いただきましょう。木箱にはちょうどボールが通り抜けるサイズの穴が開いています。中にガラスの板を入れていきます。ちょうど木箱の内側のサイズにぴったりなので、これでボールが通り抜けることは絶対にありません。ではガラスの板をしっかりと入れたまま、こちらの蓋を閉めておきましょう。ではこちらのボールを回しながらかけてから戻すと、なんとガラスを通り抜けてしまいます。もちろん